遠いから今だったらさ花火の真っ赤とかもう人数買い替えて早いですね。皆様本日はようこそジャパンフィッシングショー2015にお越しいただきました。ありがとうございます。さてこちらのメインステージ、ただいまからは歴代ファンクラスアイドル勢ぞろいによるトークショーを開催してまいります。ではもう早速進行役となります第5代ファンクラスアイドル石川綾菜さんをお呼びしましょう。文ちゃん、はい、こちらにお願いします。さあそれではここからは司会さんよろしくお願いします。引き継ぐわけですね。引き継いじゃってください。緊張するよ。すごいみんな、こんにちは。もっと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 、え、朝ダッシュしすぎて疲れました。大丈夫ですか。こんにちは。すいません、カンペがないとどうしようもできない石川綾菜です。ですね、今日アングラーズアイドル歴代のみんなとトークショーをするわけですけれども、なぜか現役の私5代目が MC をすることになりました。なんだっけ、今ちょっと飛んじゃった。あ、そう、まずはね、お礼を言わせてください。今日で私5代目の任期が終わるわけですけれども、この1年本当にたくさんの魚釣りもできたし、プロの方ともご一緒したり、あとはフィールドで皆さんとお会いしたりっていうね、いろんなことを経験することができました。それもこれも皆さんが支えてくれたからだと本当に思ってます。あいか、ちょっと泣きそうだぞ。本当に、ありがとうございます。で、これも私5代目なんですけれども、1年に1人アングラーズアイドルが選ばれていくわけですけれども、5人集まりました。なので歴代の先輩たちと一緒に今日はトークショー、初のトークショーやりたいと思いますので、皆さん最後までお付き合いください。よろしくお願いします。それではですね、僭越ながら私が先輩方をご紹介したいと思います。ではですね、今や我らが CM クイーンです。女優業で頑張っています初代アングラーズアイドル本間愛香さん。愛香ちゃん、どうぞ。これマイクです。マイクだ、マイク。はい、よろしくお願いします。じゃあ自己紹介お願いします。初代アングラーズアイドルの本間愛香です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。頑張ります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。続いてはですね、私たちのお姉さん的存在、今やですね、シーガーオールジャンルフィールドテスター、ダイワ契約スタッフ、釣りジェンヌアンバサダー3代目アングル、あ、ごめんなさい、間違えちゃった。うちの芸人を忘れた。理解か、あ、2代目、ごめんごめん、2代目推しの方、ごめんごめんごめん、ちょっとちょっとごめんね。相模湾でですね、マグロを追いかけてるうちの2代目アングラーズアイドルのソラナさゆりさん。ソラナさゆりさん、ごめんごめんね、さゆり聞いてた。怒られそう。あのね、裏で聞いてて、あれ、お姉さん、まずお姉さん的存在ではない。まだね、ごめん、フィールドテスター、あれ、私どことも契約、あれあれ、あかんかったらね、3代目ですよね、それね。そうそうそう、はい、改めまして2代目アングラーズアイドルのソラナさゆりです。よろしくお願いいたします。お願いします。ごめんね、後でちょっと控え室よから後でここに食べるかもしれない。怖い怖い、ボッコってやつ、怖いよ、はい、仲いいですよ、みんなすごい仲いいんだから。ではですね、やっと出てきますね、はい、いいですか。はい、3代目アングラーズアイドル、シーガーオールジャンルフィールドテスター、ダイワ契約スタッフ、釣りジェンヌアンバサダーの阿部渚さんです。よっよっ、本物。こんにちは、阿部渚です。よろしくお願いします。お姉さんが今日よろしくお願いします。
が、あれ今間違えてたよねとかさ言ってたの全然聞こえなくて、耳遠いのかなって言って知らせて聞いてないんだけど、聞いてないのか、それお姉さん通り越してると思う、おばあちゃんだったら全然聞こえないけどって言ってたの。いやよろしくお願いします。お願いします。スリージェンのアンバサダー、ラジオでもね、パーソナリティを務めるマイペース、我らがザ・マイペース、4代目春山ゆりさんです。よっゆりりん聞こえてない人がいたよ、もう一人やっぱりマイペース。聞こえないから、ほらほら、意外と聞こえないの、意外と聞こえないの、聞こえてたよ、聞こえてた、全然聞こえてたよ。大丈夫みんな、大丈夫大丈夫大丈夫。あ、ゆりりん、ほら、自己紹介、自己紹介、あの名前、名前、ザ・マイペース、はい、春山ゆりです、よろしくお願いします。はい、お願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。緊張して、どうぞお座りください。ありがとうございます。失礼いたします。失礼します。面接じゃない。え、今からアングラーズアイドルが選ばれるんじゃないの。違う、これはね、これみんなで特色、特色、あ、そうそうそう。何しゃべるの、何しゃべる、ちょっとさ、居酒屋にしたら遠いよね。居酒屋にしたら遠い、席が遠いね、ちょっと遠い。実言うとですね、うちら昨年は年末、うん、5人で飲み会しましたね。そうなの、飲み会したよね、初めて。ただの親父っていうね、そうそうそう、ずーっと飲んで。そうだね、あゆかちゃんがちょっと忙しくて遅れてちょっと来たんですよ。そしたら何も言ってないのにすっげーペース合わせました。めっちゃ早い、酔っ払ってたからちょっと追いつかなきゃと思って、そんな気遣いができる子なんです。いやいや偉いです、さすがです。じゃあ、あの、いろんな子ですね、はい、質問を考えてきたわけですよ。お願いしますよ、文章。じゃあちょっと進行役を5代目現役の私がさせていただきます。現役の、多分最初はね、あの、普通なって言ったらあれだけども、はい、なんて言うんだろうな、普通な、まあ、普通回転力、はい、していこうと思うんですけども、はい、何よりもこの5人集まったわけですけども、うん、このアングラーズアイドルに応募したきっかけっていうのは、多分みんな単体でしか1年に1人しか出てこないから、うん、そういう話は意外としてないと思うんですけど、うんうん、愛華ちゃんは初代っていうのは、私なんか、あの、知り合いの人が10人ぐらいで釣りの会っていうのを作ってて、でたまたまそこに呼んでいただいて、で、あの、フライフィッシングだったんですけど、おで、そうなんです、シシ止めの、あの、簡易釣り場で連れてってもらって、で、あの、キャスティングから練習、あの、教えてもらって、でニジマスを初めて釣った時に、初めてだったんですけど、なんかプルプルした感触と、あ、生きてるみたいな、かわいいと思って、もともとアウトドアが大好きだったので、うん、でそれが釣り楽しいなと思ったきっかけ でその年にちょうど、あの、フィッシングショーでアングラガイド募集してるよっていうのを聞いたんで、あの、募集してみました。あ、じゃあもう実際体験してからやってみようっていうのが入ったってこと、うん、そうそうそう、ね、ちなみに、あ、すごい固まってらっしゃる初奈のさゆりさんは、さおりさん、あ、さゆりさん、さゆりさんは、あ、きっかけですか、はい、きっかけは私、あの、出身が和歌山県の串本町っていう、あの、本当に釣りのメッカのところで生まれ育ちまして、でそれで、あの、本当に趣味が釣りだったんですね。趣里って言ってもらった趣味が釣りだったんですよ。で、あの、歌って踊ってのアイドルをもともとやってまして、で趣味の欄に釣りって書いてたら、その時の事務所のマネージャーさんがこんなオーディションがあるぞって教えてくれて、あ、これぜひ受けたいですって言って応募したのがきっかけでした。はいね、はい、2人でもすでに違うもんね。ああね、進化期が ね、うん、じゃあちなみに、あの、早々にマイクを置いた渚ちゃんは、はい、私はやっぱお父さんがきっかけで、うん、それこそ始めた時は出身が北海道なんですけども、あの、写真を見るとワカサギとか釣りに行く時に、歩けない時はもうソリに乗って荷物のように連れてかれて、でも気づいたら釣ってる状態のままこっちに上京してきて、やっぱりこう事務所に所属をしていると釣りって書く子はいないんですよね。そうで、大人になってこう帰省しながらブログとかでもアップしてると、ちょっとうちの事務所で釣りなんてする子いないから受けてみないっていうのできっかけを知って、そこからです。だけどこうオーディションが始まる前までも割と釣り
釣りは北海道に帰るたんびにしてる状態でしたね。それがきっかけです。でも結構もう釣りガールみたいな感じだったみたいな。そうですね、なんか釣りが好きすぎて、なぎさって名前になったぐらいお父さんが入ってます。そうか、そうだったね、釣りみたいな。そうですね、それでこうなりました。じゃあゆりちゃんは？私はね、起きてる。よかった。鳥取県出身なんだけど、ばあちゃんのお家が家の前がもう日本海なのね。もうすぐ？そう、なんかもうちっちゃい時からサビキ釣りをしたことがあって、まあ、そういう話をこう事務所所属しててそのマネージャーさんとかとしていて、そしたらマネージャーさんがこういうアングラーアイドルっていうのを募集してるよっていうのを教えてくれて、でみんなのね、皆さんのブログとかを見させていただいて、またそれですごい楽しそうだなと思って応募した感じかな。ね、ゆりちゃん帰省した時さ、弟と、ね、見た弟と釣りしてた時さ、そうだそうだ、顔そっくりじゃない？似てる。そっくりだね。ブログ遡ってみてください。そう、はい、そっくり、似てる。大きくなるにつれてね、似てきてね。家族でも釣りしてたんだね。そう、みんなで釣りしてた。いいね、いいね。ぶんちゃんは？ね、ぶんちゃんは、いろんなきっかけが全部重なったタイミングだったんだけど、まあ、父親もおじいちゃんも全部、物みたいな。でも3世代もう釣り家族というか、まあ、アウトドア家族 でもうカヤック、もうボートも全部持って牽引して本当に行くような感じの家だったんですよ。でもう釣りは当たり前じゃないけど、そういう家で育ってて、で上京したらちょうどね、渚ちゃんの代の時に同じ事務所の子が最終選考で、ね、受けてたんだよ。おで、釣りっていうジャンルでアイドルっていうのもできるんだって思って、まあ、当時2年3年前だから20歳。おい、ここで自分の年齢言わなかったら一番隠さない。23くらいの時だからね。で、あるんだと思って、で番組きっかけで豊島園の大きいサイズのトラウトを釣ってこいっていうので、実際に東京で簡単に釣りができるんだ。だからその3つのいろんな要因というかきっかけがあって始めたのが、私もなりたいっつって。でもやっぱりマイペースのゆりちゃんには負けちゃったんですね。あ、そうだ、これ4代目もね、4代目もね。そうか、そこはね、キャラクターがさ、やっぱりあるなって思ったもん。キャラクター、そう。今だから言えるけど、はい、バチバチしてない？ここしてないよね。してない超仲良いよね。そうだよね。そうだと思うけどね。小松さん、でもよく言われるんですよ、本当に仲悪いんでしょうね。ちょっと仲悪いんじゃないって思ってる人どれくらいいます？仲良くないんじゃないよって言われるんですよ。みんな仲良いって思ってくれてる。本当に、まあ、シーンはどうかわかんないんですけどね。あ、ちょっと人間不信。じゃあきっかけも分かったところでですね、はい、何の質問にしようか。結構ね、あるんだけどね、意外とね、みんな喋りだからね、喋りで盛り上がるっていう、盛り上がりだからね、はい、飲み会こんな感じです。いや、もっとすごかった。言ってよかったでしょ。そこ言います。じゃあちなみにですね、後ろの方に、じゃあ後ろで、あの控室の方、あ、後ろ、この後ろの方に、後ろは自分だからね、次の6代目が、そうそうそう、あ、の候補者たちが控えてるわけですけれども、先輩アングラーズのアイドルとして、はい、あの心がけていること、このお仕事で心がけていることは何ですか？ちょっと待って、どうしよう、どうしよう、どうする、心がけちょっとシンキングタイム言います。何これ、一人ずつ言う感じ？あ、じゃあ言えそうな、じゃあ渚ちゃんから。この間ゆりちゃんと話してたんですけど、やっぱりちょっとアイドルってちょっとね、キャーキャーってイメージかもしれないけど、もちろん釣り人の皆さん分かってる通り体力勝負なのでね、やっぱ体調は壊せないねって話を2人でしてました。確かに、もう暑くても行くし寒くても行くし、そうね、で結構ほら台風が来ちゃったりするとさ、なんかね、お仕事がずれて、ここの週めっちゃニートだったのにここめっちゃ遅れちゃったみたいな、あの塩とかもね、ここいいから今だからっていう、なのでこう毎回毎回あの定期的にっていうわけではないので、やっぱり体はね、これからなる子も気をつけてほしいなとは、ね、思います。喋った？それで全然
知らないですよ。悲しみ取られた。でも本当にそうだね。え、じゃあ愛華ちゃんは？え、でもそう思う。いやいや、ちょっとみんなのワンセットですよ。ちょっと待って、本当にみんな、じゃあ、ブンちゃん、お願いしますね、みたいな感じで、ずっと後ろで見たら。そうそう、何喋るんだっけって話を、何回もだよね。4回やってたよね。4回やった。ブンちゃん、何喋るんだっけ。人任せに。そうですね。でもさゆりは違うでしょ。ちゃんと言ってくれる。めっちゃやりづらいわ。いつもねこうやってハードル上げてくるんですよみんな。これでもねなんか一番しっかりしてるんで、ね。しっかりしてないよ。ほんまにしっかりしてないからもうなんかねお笑い担当だから大丈夫だよねみたいな。ちょっとキラキラした目でね。そんなことないです。ただ関西弁なだけですから。ほんま、いや私は気をつけてることはやっぱり心底楽しむ。まあ気をつけなくても楽しいんですけど、やっぱりこう。みんなに提供する側の人間としてもどうやったら楽しさ伝わるかなみたいなことを考えながら分かりやすくやろうと心がけてます。はい、分かった。分かった。ひらめいちゃった。ひらめいた。愛華ちゃんがひらめいた。ダメだね。ダメだね。意外と釣りやってない人に広めようとしたら、うん、釣り用語って結構みんな分かんないから。そうなんか私は結構ブログとかで書くときにその釣り用語使うならその説明を入れたりとか、それが分かりやすいかなって。それだけです。ありがとうございます。はい、でも多分ねこの4人は知ってると思うし、自分は超気にしいだから、そうだね、超気にしいだからもう仕事のお仕事の前の日移動とかのために前乗りとかがある時はお酒もちょっとだけ控えたりとか、超真面目でしょ答えが。でも本当そう、ちゃんとしてるから変だね。ちゃんとしてないよね。とかそう、あとはもう寝る前に全部一式全部こうパトンで準備しておいて、もう起きたらもうなんかさ多分みんな釣り行きたいってさ、そのまま早く寝ようってなって起きたらすぐあやばい準備してないみたいな感じでさ、わたわたするじゃない。またそれがね余計に時間かかるの。あこれも入れたっけっつって、あれも入れようとかこれも入れようとかになるから、先にも全部準備をしておいてぐっすり熟睡するタイプ。なんか気をつけた方がいいよなと思う。たまにさ、あの一緒に釣り行く人とかで竿を忘れてくる人とかおらん。そうそう、忘れた人とか、忘れたら釣りできへんから。リール忘れたり、リール忘れたことある。リール忘れたりして。え、何それ？何でもない。そこは何を忘れましたか？私何かしら一つどこかに置いてきちゃう。でなんかみんなにはマーキングするんじゃねえよって言われてます。何か忘れちゃうの。あ、ここにいたなみたいなね。そうですね。ちょっとねよくね、ちょっと何か忘れちゃう。結構やらかしちゃうよね。そうですね。みんな気をつけます。頑張ろう。頑張る。意外とね。話がさ、盛り上がっちゃってさ、質問したいこともまだいっぱいあるんだけどさ、何しよう。今考えるんやね。設定がね結構難しくって、意外とさ、ね、話すじゃない。じゃあこう、みんなが一番ちょっと多分聞きたいというか、あこの子何してるんだろうみたいな感じの質問ですけども、この子何してるんだろう。いやこの子何してるだろうじゃないけど、得意な釣りというか。好きな気にして。あ、そうかそうか、そうだ、ハードルが高くなった。そうだね、今までそのアングラーザイドル1年間っていろんなジャンルの釣りをするじゃない、ね、ヘラ行ったりとか、急にねオフショア、そうだ、ね、船乗っちゃってビューンって行って沖でつばまってするじゃない、とか行ったと思ったらカニ釣りはエリアトラウトとか、たくさんいろんなことすると思うんですけど、それを1年間経験して、何が一番好きだなというか性に合ってるなとか多分あると思うんだけど。難しいね。でも一番ってなかなか難しいけどね。好きなの。でもやっぱりフライフィッシングから始めたから。あ、そうそう、フライフィッシングが一番やったかな。なんか川で私アマゴっていう魚がすごい好きで、自然がすごい綺麗な魚がいるんですけど、もうすごい初めて魚を愛しいって感じた。川に入ってウェーダー来て川入って本当にもう綺麗だなって思って、あとはいろいろカヤックフィッシング海でやったりとか、シャーミン釣り場ルアーも、出してますし、いろいろやりましたね。意外と私も知らなかった、そうなんだみたいな感じの顔してるっていうね。もう飲むので必死だもんねみんなね。そういえばカヤックフィッシングもしてたね。そうそうそう、してるよね。
大好きで、うん、サイリンは？ですね、ちょっともうゆるすぎてにやけてきたみたいな私はですね、今ちょっとブログとか読んでくださってる方は知ってると思うんですけど、キハダマグロ釣りにめっちゃ去年ハマりまして、そう、それもめちゃめちゃハマって好きなんですけど、やっぱ原点っていうのがもう小中高ってずっと地元でやってきたのが堤防からカサゴを釣るっていうすごいのんびりとした釣りなんですね。でもそれがやっぱり原点たどった一番好きかなって思います。それありきのいろんなものがやっぱり好きですね。選べないです、はい、原点あっていろんな釣りっていうね。そうですね、はい、ちょっとギクッてしてるそうですね、船の餌釣りが多いので、一つテイヤが好きなんですけど、他に行くのはヒラメとかタチウオとか、あの聞こえてます、そんな感じそんな感じがいいかな。よくでも会うとしたらユミちゃんが、ね、船の上で会うというと、そうかもしれません。うん、はい、そうだ、私も年末くらいにすごいカワハギにハマってって、そう、結構ねすごい行くよ、プライベートでもすごい行くようになって、それ渚さんでカワハギがあったよね、よく会う、はい、船が多いかもね、船多いね、デモンストレーションを開催いたします。ちなみに誰もほら、ね、みんな任せきりやで、誰も私は言ってくれないふーちゃんは、ふーちゃんは、ふーちゃんは、いや自分 それで言われてもさそれはそれで気まずいけれども、でも自分はちょっとまだみんないい感じにばらけてて、いい感じ、いい感じ合わせしたからね、そうそう、打ち合わせしたからねばらけてるんだけど、そうそう、はい、自分はキャスティングで、まあ、ルアーとか、うん、ルアーとかっていうか、ルアーがシーバスのイメージがあるよ。そうだね、うれしそう、嬉しそういや、やっぱりね、自分で、まあ、餌もやっぱり原点でもあるから、餌も好きだけど、やっぱり自分でここが来るかもしれない、もしかしたらこのルアーが一番今効いてるかもしれないとか、カラーがこれ当たりだとかってなんとなく勘でもあるけど、それが当たった時がやっぱり自分で組み立てた釣りになるなっていうすごい実感したから、これがルアーがやっぱり多いかな。 ありがとうございましたみんなでこの1年間で多分いろんなジャンルで釣りをしたと思うけど、多分それが多分6代目の子も、あ、そうだね、結構ね今年結構釣りをしてる子たちが多くて、実際に6代目候補生の人たちとお話しした人いますか？たぶんね、話をしたら、まあ、あとね、写真にも載ってたね、魚と一緒に撮ってるしね、そう、なんかそういう子たちも、今までは餌が好きだったけど、やってみたらとか、こういうちっちゃい魚をグッてかけたりとかっていうのもいるかもしれないし、なんか、意外とあるんですね。あと少しで時間が、本当だ、早いね、そう、早いね、早いよね、あっという間、そう、飲み会、そしたらじゃあ次、次の質問やりますか。飲み会の話にします。次の飲み会の予定をここで決めるっていう話ができるかなと思ったけど、自由すぎでしょ楽しいそこに合わせてみんな来るから、ね、飲み会で聞いてみたい人、質問飲み会について何だろう、何がいい、え、ちょっと今テンパってきた、何話すことを決めるの今から、いや、何でしょう、そしたら、うん、じゃあ今、うん、さっき話をしてくれた自分の、まあ、好きな釣り、うん、あると思うけど、むしろあれやってみたい的な、チャレンジしてみたいな、どうしよう、そうしよう、そうしよう、そうしよう、自己完結してしまう一回やってみたい釣り、うん、ある、本当に何にも縁がなくって、うん、一回はやってみたいのはアユ釣り、あ、やったことない、それ、なんか何にもきっかけがないし、ね、でも気軽に一人でワイって行ける気でもないから師匠いないと無理ですよ、そうそう、一回はやってみたいかなみたいな、ちょっと憧れますね、釣り現地探りで一番最初のやつやからね、それ、そう、なんかやってみたい、そう、確かに、他ない、なんか、いや、めっちゃほんまにそれでもそれ思うよね、はい、分かる、でもさ、アグナサイドになると本当に日本全国とかいろんな高知方とかに行って釣りができるじゃん、でも私海外でもちょっと釣りしてみたいなって、
海外で釣りしてみたいかも。ぜひ、ね、絶対日本にいない魚とかいるでしょ、ね、ね、やってみたい。それ憧れな。どうですか、どうですか、アイカちゃんは。私、花子釣りやりたいな。かわいい。そうじゃん、あの繊細なあたりを本当にもって合わせたい。綺麗だもんね、あげた時に。繊細って言葉が合うよ。合う合う。そう。あとね、清楚って言葉も合うよ。あ、そう、ありがとう。やった。中身おじさんだけど。やめて。一番のんぼからね。そんなことない。かわいい。さゆりは？私はね、やったことない釣り。釣り上げたことない魚ならやっぱりね、キハダマグロをね、やっぱりやりたいね。ね、本当にしつこくてごめんなさい。今年こそ本当に釣り上げたいです。去年17回行ってね、誰だったんでしょう。17回行って。私ちなみにそのうちの1回、うん、船ね、見えてる位置に私も船乗ってて、マグロとシイラを追っかけてたの。あ、そうなの？あそこにサユリンがいるよっていう話。海の上で会ったのね。そう、あ、直接はね、目は合わなかったんだけど。遠いから。そうそうそう。めっちゃ視力いいよ。みんなでその2艇で追っかけてた瞬間があった。あ、本当に。マジさ、ちょっと仲悪いと思われるからちょっとやめて。どっちが先にかけるか。勝負。そう、私はでも手肌はあげたいです。見守っててください、皆さん。自分だったら、うん、あの大会とかで、うん、なかなかできない釣り、まあ、やってみたことない釣りとかに立ち合わせてもらうこととかもあるんですけど、その時 の, あのキスの投げ釣り、あのサビキとかはさ、まあ、あれじゃ ちょっとだけ針かければいいけど、もうね、投げ釣りって何っていうさ、うん、潜めは落ちないし、遠投もピュンって投げるじゃない、うん、しかもさ、カーテンみたいなピッ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 ってつくよね。ついてくるあれをちょっと経験してみたいな。これもまたルアーとまた違うだろうな、ね、そうだね、っていうのがあるんですけれども、いろいろあるね。ではでは、そろそろお時間にもなりましたので、はい、あの、あ、まだ帰らないね、ここの後の後にもまだあるから、はい、みんなね、一瞬で去りそうな気がしたからね、うん、そうだね、まだありますから。そうで、一旦ね、一旦ここで、まあ、みんなのあのあれだね、お姉さんがもう出てきてくれてるからね。そう、お姉さんがね、出てきてくれてるからね。ですね、今後の活動について、はい、うん、ちょっと聞かせてもらえるとありがたいんですけれども、多分オールジャンルの活動で順番に初代の愛華ちゃんから。オールジャンル、そうですね。私あのお芝居もやってるので、最近あの舞台が終わったんですけど、まあ、女優活動と、まあ、あとは釣りも本当にずっと大好きなんで、力を入れてやっていこうかなと思ってます。よろしくお願いします。ありがとうございます。みんなね、そう、釣りきっかけでいろんなジャンルとかね、やれるじゃない、うんうん、そうそうそう。さゆりんは？私は小物活動はマグロ御殿でも立てようかな。あ、いいね。みんなで行こう。行きたい。みんなで遊びに来て、マグロ御殿だったら頑張るね。ありがとうございます。渚ちゃんは、はい、今1日発売ですね、釣り情報と釣り丸さん、ちょっと覗いてみてください。しっかりしてる。そう、ヤリイカとオニカサゴ探してみてね。はい、はい、あとはあの産経スポーツ新聞で連載をしています。各週木曜日なので、ぜひ機会があったら見てください。はい、めっちゃしっかりしてるね。しっかりしてる。ヤリちゃんは、はい、私はそうですね、あの今キャスティングさんのイメージガールをさせていただいてまして、釣り大会ですとかいろんな店舗イベントに参加させていただいてます。ぜひあのそのイベントなどにですね、ぜひ遊びに来ていただければなと思います。あとはあの週刊釣りニュースさんで連載もやってますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、じゃあ、うん、ですね、あの今日のあと何時間だろうね、あと3時間ちょっとぐらいで私のね、命も期限がね、賞味期限がね、賞味期限がね、切れてしまうわけですよ。本当にね、みんなのアイドルからすぐ言われるよね、すぐ、はい、お疲れ様でした。みんなね、多分関係者の人はギクってしてるわけですね。でもあの今日はオールジャンルでやってきたから、うん、むしろメーカーさん何をしたいのか、こいつどうやって使えるのかなっていうのもあると思うので、とりあえずやりたい釣りをもうプライベート
ライトで OL やってるけど、ちょっとすみません上司休みをください、休みをもらって釣りに行こうかなと思っています。いいね、ありがとうございます、ということで、あのお姉さん、あのこれからも、これからもじゃない、お姉さんにも宣言してほしい。お姉さんこれからもよろしくお願いします。ごめん皆さんでしょ、皆さんあのすごいグダグダなんですけど ね、あの本当にでもみんな釣りは大好きなんです。そうやらされてるんじゃないのとかってなんか演説みたいになってるけどやらされてるんじゃないのとかってすごい言われるんですよ。それが悔しくてたまらないんですね。そう超悔しい。そう、ほんまにみんな好きなんですよ。演説やこれで、温かい目でほんまに一票入れるよ。お願いします。はい、でこの後も6代目のアングラーズアイドルが、はい、生まれるわけで、ちょっとね、あの1人だけお姉さんいるけれども、まだまだ若いあの6人姉妹になりますので、あのですね、若いね、もうちょっとで化粧崩れてくるけど、まだ若いと思う。大丈夫大丈夫。なので6人娘をあのこれからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、皆さんどうもありがとうございました。なんかいい様子がすごい育ってきて、とっても楽しかったです。ありがとうございます。あの唐突なんですけどね、皆さんほらもう釣りが大好きっておっしゃってたじゃないですか。やっぱりあの安全に楽しんでいただくためにとても大事なポイントということでですね、今日はあのライフジャケットについてこの後ちょっと、ね、会場の皆さんにもいろいろ知っていただきたいななんて思っております。それでは海上保安庁から今日は河合さんと佐々木さんに来ていただきました。どうぞこちらの方にお越しください。あの丸いのが佐々木さんですか。違いますよ。ちなみにですね、佐々木さんはあの丸いキャラクターが海丸くんと言いますね。海丸を支えてくれてるのが佐々木さんなんです。さあ、じゃあちょっとですね、あの歴代アイドルの皆様、はい、ここでですねちょっといろいろとライフジャケットについてお話を聞いていきたいと思うのですが、はい、じゃあ河合さんよろしくお願いしますね。よろしくお願いします。お願いします。まずあの海での釣りの事故っていうのは多いんですか、やっぱり。そうですね、あの海での事故というのは、釣り人の皆さんにぜひちょっと想像してもらいたいところがあるんですけども、何日に1回ぐらい皆さんアングラーの皆さん海に落ちてると思いますか。海に落ちてるか。全国です。全国で。全国の釣り人の事故大体何日に。じゃあくんちゃんいかがですか。今ちょうど目をそらしたんですけれども。そう、捕まえちゃった。でも全国で1日に、はい、全国で何日に1人、何日に1人海に落ちちゃってるでしょうか。でもみんなライフジャケットとかねつけてるもんね。ね、ニュースにならないだけでね。3日に、あ、いいところです。あ、そうなんです。実は2日に1回、2日に1人海に落ちちゃっております。そんなに落ちてるものですか。見たことだってないでしょ。ないないない。落ちてるんですね。結構ポトポト落ちちゃってるものですね。ポチャポチャ落ちちゃってる。ポチャポチャ落ちちゃってるんですね。じゃあ大体どういった場所でどんな風に事故って起こっちゃうんですか。そうですね、スライドをちょっと見ていきましょうか。お願いします。はい、ちょっと堅苦しい図面からグラフから入りましたけども、左の円が、マリンレジャーに伴って起きた事故のうちどれぐらいどういう種類で起きているかというところを表しています。はい、全国で去年1年間で約800名の方が事故に遭いました。もちろんこれは海上保安庁が認知している数字ですので実際はもっと多いかと思います。約3割が海浜、あの遊泳中ですね、海水浴場、それから釣り中の方が約3割いらっしゃいます。これだけの方が、事故に遭っております。そして右のグラフでございますが、その釣りに遭われている273名のうち、海に落ちちゃった海ポチャがですね約200名弱ということで、まあ、365日分の189で2日に1回というところでございます。で、あの今ちょっと私質問したんですが、大体どんな場所でかっていうと、また次のスライドですね。そうですね、次のスライドお願いします。はい、あの皆様もよく見かける光景だと思います。防波堤、それから磯場、あと波消しブロックというところですけども、あの防波堤などですね、ここはあのよく見ますと柵がありますので、あ、海釣り公園かなというところは想像できますけども、岸壁や防波堤というのが一番事故の数としては多くございます。
そばでございますね。おそばにおいてもやはり事故が多いですね。でどういうパターンが多いんですか？そうですね、パターンとしましては、例えば最近やはり気をつけていただきたいのはお酒ですね。飲酒しながら釣りというのは気持ちは非常によくわかるんですけども、やはり自分の命に関わることですので、ぜひお酒でですねフラッとして落っこっちゃったりですとか、あと最近多いのが電車でもですね今よく言われております。どんなことだと思いますか？あ、じゃあ皆さんで電車、そうです、電車でよくホームからですね、はいはい、落っこっちゃう方が今これをしていてってことですよね。そうですね、歩きながらこれ、そうです、歩きスマホ、そうです、最近歩きスマホによる懐中電灯も目立ってきております。そっか、あ、怖いですね。確かに足踏み外してそのままで、そうそうそう、はい、戻りまして磯場でございますね。こちらはですねやはり滑って落っこっちゃうというパターンが多くございます。先ほど磯場によく行かれるという方とお話ししましたけども、やはりスパイクを履いてライフジャケットを着るというのがうちのクラブのルールだとおっしゃっていました。非常に大事なことだと思います。あとですね、たまにですね、今この絵ではあまり波は立っていません、はい、ところが1時間に1回ですとか、まあ、30分ないし2時間に1遍大きな波が来ることがあります。なのでしばらくそのみんなが釣っている位置を見ながらですね、どこまで行っていいのかというのを見るのが非常に大事です。見極めが大事になってくるんですね、はい、あと一番下の波消しブロック、数としてはそんなに多くございません。ただ皆さん見て分かる通り非常に足場が悪うございます。ですのであまり死亡率という言い方はしたくないんですけども、波消しブロックで踏みぽちゃした場合の死亡率というのは非常に高くございます。でそのもし踏みぽちゃしちゃった時でも、はい、生きて帰ってくれるようにということで今日ご紹介いただくのが、はい、そうです、ライフジャケットです、ね、はい、ライフジャケット、はい、でどういったものなんでしょう？はい、ライフジャケットは、細かい点は、私の同僚の佐々木君にバトンタッチしたいと思いますので、はい、じゃあ後ろの方からちょっとマイクを押していただけますか？ではですね、佐々木さん、ちょっと救命胴衣の構造を少し教えていただきたいと思います。ありがとうございます。はい、私が佐々木です。こちら佐々木さんです。ございません、すいません、間違えちゃう。私今着ているのがですね、皆さんご存知だと思うんですけれども、はい、自動膨張式のライフジャケットになります。はい、自動膨張式、自動っていうのはですね、水を感知して蓋が開くという形になりますので、同じような形してても手動膨張式というものもありますので、そこのところ自分が持ってるやつが自動だと思ってて実は手動だったりするとですね、海に転落してしまった際に開かないというようなこともありますので、そこのところちょっと、お手持ちのものを見ていていただくっていうのも重要だと思います。ではですね、まあ、ここで私が海に入るっていうと水が今ここにないので残念ながらですね、ここの紐があります。ここの紐を下に引っ張ることによって膨張させることができます。おお、そうですね、はい、初めて見ました。はい、なかなか自分で体験ということはできないかもしれないんですけれども、まあ、お一人が皆さんやってもらうのが一番ですけれども、このように開きます。引っ張ることによってすぐここに空気が充満して自分の浮力を、確保することができる、はい、これでですね、このようなものですのでメンテナンスが必要です。はい、メンテナンス、どんなところ必要かですけれども、まずですね、分かりやすく歯皮膚兵法の歯から言ってみます。歯ですけど、バックル、ここにバックルがありますけれども、バックルがしっかりと劣化せずに固定できるかというところを確認してください。はい、黒いところですね。はい、火です。ここの先ほど引っ張った紐ですけれども、紐が正常に劣化せずに引っ張れる状態にあるかどうか、蓋、ここの蓋がですね破れてたらいくら空気入れても膨らみませんよね。ですので蓋に、損傷がないかどうかというところを確認してください。手ですね、はい、手
手は何だと思いますか？ベルトです。ベルトも、ここが外れてしまうと自分からライフジャケットが外れてしまいますので、ベルトの劣化状況も確認してください。ハヒフミホの方はですね、ボンベ、ここのボンベですね、ボンベも劣化しているもの、使用期限等ございますので、各メーカーのお持ちのものをですね、確認いただいて定期的に交換が必要です。はい、ですので、まあ、ここのところなかなか1回1回開くというのも厳しい状況がありますので、ここにですね、ここから空気を入れることによって蓋を膨らませることもできます。ですのでですね、まあ、釣り行く前夜とかですね、そのような時にこうやって1回膨らませておいて、翌日見た時に、しぼんでないかとか、そういうところも確認していただけるといいかもしれませんね。はい、出かける前のチェック大事ですよね。面倒くさがっちゃダメですね、これは。さあ、そして万が一海中にじゃあ転落してしまった時に、このつけてる効果というところでちょっとご紹介いただきたいと思います。すいません、それではスライドお願いします。はい、こちらですね。はい、この絵はですね、実際に海に落ちた時にどうしましょうという絵をお示ししております。それで一番下に書いてますけども、ライフジャケットをつけずに海に落ちてしまいますと浮くのに精一杯ですね。場合によっては浮いていることもできないかもしれない。でも浮いていれば実際にこのようにですね、体温を保持する、姿勢を取ることができます。例えば今水温何度くらいでしょう？ もちろん地域によりますけども、今10度そこそこですね。そうした時に体の体温というのは急速に奪われていきますので、実際にライフジャケットでまず浮く、そして体の体温を保持するというところが大事になります。はい、そして左側はこれが、そうですね、これはみんなで落ちた時に、はい、体温を保持しましょうという絵でございます。何人か今度も何人かで落ちた時にはちょっとハグし合うような姿勢にすると、はい、体温をこう保つことができますねということなんですね。まあ、このようにライフジャケを着用していれば、この体温を保持する姿勢が取ることができるので、意識を保つことも可能になってくるということなんですね。では最後に、事故を目撃した場合というのはどうすればいいですか？はい、それでは次のスライドお願いします。皆さんも防波堤とかですね、いるときに事故を目撃したという方いらっしゃるんではないでしょうか。あ、すいません、これまたちょっとスライド別のが出ましたので、今の人間も海上保安官で元海猿なんですけども、実際目の前で落ちた時はですね、間違ってもですね、自分も海ぽちゃしないでください。自分も一緒に水の中入ってしまうと、これ二重海難の危険性が非常に大きいです。なぜなら特に今も水温冷たいと言いました。冷たい水温の中で自分が活動できる時間というのは本当に数分です。その中で人を救助するというのはなかなかプロでも厳しい状況です。ですのでまずは人を呼びましょう。それからすぐに浮きそうなものを投げましょうというところが大きくなります。今これは、身近にあるクーラーボックスを投げたというところで実際浮いてます。クーラーボックス役に立つんですね、この辺に。はい、ちなみに今着衣泳ということで、はい、着衣のまま沈んでますけども、ここはスニーカー履いてますね。スニーカーは非常に海に浮きやすいので、落ちた時に靴脱ぎましょうとかですね、昔いろいろ言われたと思いますけど、もうスニーカーを履いてれば浮きますので、むしろ浮力になるんで履いといてください。そのままで。はい、はい、質問いいですか？はい、お願いします。釣り人だったら長靴をやっぱり履いてることが多いと思うんですけど、はい、長靴はもう水が入ってくるじゃないですか。入ります。何しちゃった方がいいんですか？長靴はですね、これ浮きになるんです。あ、長靴もなるんですか？はい、長靴ひっくり返して空気入れて脇に挟んであげるとちょうどいいですね。浮きになるので、海に落ちるとパニクりますけども、落ち着いていれば何か浮くもの浮くもの藁をつかみますよね。その時に長靴をすれば浮きになります。こうして身近なものでこう簡単にこう、ね、救命道具の代わりになってくれるものなんですね。そうですね。最後、スライドでございますけども、例えば一番右の写真は下から人を釣り上げるってものすごい重労働です。
私でも一人で釣り上げる自信はなかなか釣り上げるじゃないですか釣りじゃないです引き上げる自信はございません、はい、なのでこれはズボンを引っ掛けて脇が抱えて上げて上げているそういうものです。で下の助けたい人も、まあ、作ってますけどももしですねそういうシチュエーションが想像されるなんじゃボートに乗るという、まあ、そういう方であればあらかじめこういったものを作っておけばいいのかな。それとあと、うちの一押しでございますけどもウクッチャボトルでございます。ペットボトルにロープをつけて、それでこう投げるだけです。あくまで身近にあるもので、まあ、ただでですねできる救命具として一押しでございますので皆様も飲んだペットボトルを1本でもいいので横に置いといてで何かあればすぐに助けれるというのに持っていただければ人を助けることができるのかなと思います。はい、横に置いておくとね何かの特に役立つんですよね。そうです。あ、すみません、一言言い忘れました、はい、このままですと軽いのでなかなか遠くに届かないんです。なので少し水を入れてあげてそれで投げるとより遠くに届きます。確かにそうですね、垂れすぎるよりもちょっと入れてあげると届きますもんね、はい。さあですね、この海上保安庁のブースでは今ご紹介した内容ですとか事故速報ですとかあとレスキューの Q&A といったものも詳しくご紹介されているんですよね。はい、ぜひこの後ですね海の安全についてもですね少しでよろしいのでどういったところが安全かないしはそうですね、どういった準備をしたらいいか心構えをしたらいいかという話も持ってるだけでそれはすぐ助かることにですね、つながっていきますのでぜひお立ち寄りいただければと思います。はい、海上保安庁から河合さん、そして佐々木さん、そして海猿バージョンの海丸に登場していただきました。どうもありがとうございました。まずは誘導いたしますのでご講談ください。さあ、というわけで安全に楽しんでいただきたいと思います。さあ、それではですね、歴代のアイドルの皆様、はいはい、ここでですね会場の皆様と一緒に記念撮影をしたいと思うんですね、はい、でこちらのちょっと中央の花道のところにちょっと4人マイクを置いて並んでいただいてもよろしいでしょうか。はい、わかりました。はい、そして会場の皆様も皆様とご一緒に撮影をしまして後日ホームページの方に掲載をさせていただきます。よろしかったらグッと花道寄りの方にお集まりください。ではどうぞ。こちら向きに、はい、ステージのスクリーン向きにお並びください。さあ、会場の皆さんもっとよかったら花道側の方にちょっとずつちょっとずつ寄っていただいて、できればもうせっかくなので今日一番の笑顔で一緒に写っていただきたいと思います。本日ホームページをご覧いただきましょう。歴代アイドルさんの中に混じって皆さんの顔が見つけられるかもしれませんよ。はい、それではお願いします。お越しください。繰り返しご案内申し上げます。いい笑顔でお願いします。父様、直人様、新之助様、お連れ様がお待ちです。地球大丈夫ですか。はい、どうもありがとうございました。それでは皆さん、歴代のアンジュランドアイドルの皆さん、今日は勢ぞろいしてくださいました。愛香さん、空名さゆりさん、阿部渚さん、晴山由紀さん、そして石川愛菜さんに毎日大きな拍手をお願いします。ありがとうございました。どうもありがとうございました。ちょっとだけ時間あるから全員で写真撮るのとかって皆さん撮りました？撮ってない？歴代のアイドルの皆さん、写真撮って、はい、大丈夫ですよ。じゃあ歴代のアングラアイドルの皆さん、ごめんなさい、もう一度ステージの方に上がっていただいてもよろしいですか。ちょっと奥に入って今ほんと気を抜いちゃったかもしれない多分一気に多分おじさんがしてると思います。それと多分グッズ一生懸命落としてあ急いで履いて出てきてくれましたよ。みんなね多分撮りたいと思うんだよね。じゃあテーブルの前の方にちょっと出ていただいて並んでいただいて、はい、じゃあすいません、目線左からお願いします。
ちょっと奥の方もお願いいたします。じゃあそろそろ中央の方に向いていただきましょうか。お願いします。そろそろ右向きたいと思われた方は手を挙げて知らせてくださいね。大丈夫ですか？まだ大丈夫ですか？じゃあそろそろ右向き行きましょうか。さあどうでしょう皆さん、いい絵が撮れましたか？大丈夫ですか？よろしいですか？じゃあ歴代アイドルの皆さんも大丈夫ですか？はい、それでは大サービス、今日はどうもありがとうございました。お時間拍手でお送りください。じゃあ今度こそゆっくりブーツ脱いでください。ありがとうございました。さあそしてこの後なんですが、1時からになります。アントランスアイドル2015最終選考会がスタートいたします。どうぞお楽しみになさってください。すみません、そしたらご記入いただいたいと思います。